日体大荏原、先発はサウスポー背番号13、末永。都立南葛飾打線をしっかりと三者凡退に抑える上々の立ち上がり。1回裏の日体大荏原、1番青木、レフト前へ。2番平瀬がフォアボールでノーアウト1塁2塁。3番河野はピッチャーフライ。ここで打席には4番柴田。ここはセカンドがうまくさばいた。2アウト1塁3塁となって5番大森。ここで柴田が盗塁を決めて2塁3塁とチャンスを広げます。大森の打球はセンターへ。ランナー2人が帰って2点を先制。6番石井、この打球がライト頭上を越えた。2塁ランナーホームイン。打球が外野を転々とする間に石井もホームに帰ってきた。日体大荏原、この回4点を先制。2回表の南葛飾、4番石井、センター前へ。ノーアウトランナー1塁。ここで石井が飛び出してしまう。タッチアウト。2アウトとなって6番金子、この打球がセンターの前に落ちる。ツーアウト一塁で7番吉水。しかしこれはサード正面。南葛飾この回も無得点。2回裏の日体大荏原、1点を加えてなおもノーアウト二塁。2番平瀬、この打球がライト前に落ちた。二塁ランナーがホームに帰って6点目。3番河野もライト前へ運んで7点目。4番柴田、大きな当たりがレフトの頭上を越えた。8点目。打った柴田も三塁へ。5番大森、右中間を破った。連続タイムリースリーベース。6番石井、レフト前へ。これで10点目。なおもノーアウト二塁三塁で8番戸谷は2点タイムリースリーベース。12対0。このあとさらに1点を加えた日体大荏原、ワンアウト2塁3塁で3番河野。1塁線を破るタイムリーツーベース。2点を加えて15対0。さらに4番柴田のセンター前へのタイムリーなどでこの回15点を奪った日体大荏原が大きく試合をリードします。なんとか反撃したい南葛飾ですが、3回表この回からマウンドに上がった日体大荏原2番手星野の前に三者凡退。3回裏の日体大荏原の攻撃、ここで南葛飾ファーストに入っていた金子がマウンドへ。日体大荏原の勢いを止めることができるか。しかし2つのワイルドピッチで21対0。なおもワンアウトでヒットのランナーを1塁に置いて、4番柴田、
レフトへ。この打球が落ちた。一塁からランナー一気にホームへ帰ってくる。ツーアウト三塁となって6番石井、レフト線へ。これが23点目。意地を見せたい南葛飾は4回表、2番岩崎、センターフライ。3番指導、ショートゴロ。4番石井、空振り三振。この回も無得点。4回裏、南葛飾背番号4岩崎がマウンドへ。ノーアウト二塁で痛恨のバッテリーエラー。二塁ランナーが一気にホームに帰って24点目。さらにツーアウト三塁のチャンスに3番河野、大きな当たりがセンターへ落ちた。三塁ランナーホームイン。打った河野もホームに帰ってくる。さらにこの回1点を加えた日体大荏原のリードは27点に。5回表、南葛飾、このままでは終われない。5番今泉、空振り三振、ワンアウト。6番金子、この打球がセンター前に抜けていく。ワンアウトランナー一塁。7番キャプテン吉水、ショートゴロ。6-4-3、ダブルプレー。打線が爆発した日体大荏原が27対0、5回コールドで初戦突破。